クリーズは北欧神話に登場する女巨人である。クリーズはハーコンシュグルザルソンに仕えていた詩人ウェイリーブ、クズルーナルソンによるスカルド氏のトール参加、そしてスノーリノエッタ第二部、死後法で言及される。死後法では次のようなエピソードが語られる。ゲールロズに脅迫されたロギがトールがミョルニル、メギンギョルズ。 ヤールングレープルを持たずにゲールロズのところへ行くように、仕向けた。トールとローキは途中でグリーズの家に泊まった。グリーズは、ミオルニルも何も持っていなかったトールに、自分の所有する不思議な道具を貸した。それは、グリダボルという杖、一体の鉄の手袋、力体であった。これらによってトールは、ゲールロズと一族を倒した。グリーズはまた、 オーディンとの間にビーザルを設けた。出典のはっきりしないエピソードによると、ある日、オーディンが洞窟の中に美しいグリーズを見つけた。彼は、グリーズをくどき、そして、ビーザルが生まれた。ラグナロクが到来した時に、息子ビーザルがフェンリルと戦って、父のあだを打つと知ったグリーズは、息子に、鉄製の靴とすね当てを与え、その運命を告げたという、ありがとうございます。